どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールで陰謀語るしイベント青霧襲来が来てるので早速やっていきたいと思います。まあブレイカーなんか限定でクリアするみたいなのが、達成条件にあったんですけど、僕ブレイカー多分持ってない、そんな持ってない。アモン1匹持ってるから多分ね3体埋めるほど持ってないんですよね、記憶上では。あ、ヨモってなんだ、ヨモってアタッカーだよな、だからそんな持ってないはず。あ、だからまあ適当にいつも、あ、2匹入れましたね、カネキを。首にして。まあ2匹も全然本当にカネキ以上に育成してないんで、とりあえず2匹のカグネを出したい。あ、マジか。ブレイクさせる前にもしかして、2匹くん倒しちゃう。てか敵が A だとあれか、そんなに。これ、1週間後にランク S 来るらしいですね。じゃあなんで1週間後なんだろう。てか、インボケのイベントって1週間で終わるんじゃなかったっけ？ 2 週間あったっけ今まで。全然覚えてないんですけど、そこら辺。あ、これまたやっちゃうな。これは、アキラを出して。あ、なるほど。マジかよ、これ。2匹のカグネ出す前に終わっちゃうな。A なんかちょっと弱くなった。かっこいい。だからかっけえな。ノロ硬い、硬くないでしょこれ絶対。これ攻撃力アップさせて大丈夫かな。あ、硬い、あんまり硬いぞ。いやでもそれでもそ、まあそうだよな。とりあえずピヨピヨさしとくか。このスキル最後まで見たような気がするわ。これでタタラをブレイクさせたいんだが、あー硬いね、硬いっつうかこいつ。なるほど、次そうだな、アキラ出して2匹でやって引っ込めて、ノロをタタラとノロのブレイク取って2匹の壁に出せるかな、出せるんじゃないかな。なんだ、味方全員のアタックを 130% アップ。あいつらピョンってかわいすぎだろ。やって、これ重造でちょっとギリギリ持っていって2匹。あー微妙い、ザコが今2匹がさ一番攻撃力出せるんだっけ、なんかそんな話を聞いたんですけど。ここで開けようってもう一回2匹どんだけ溜まるよな。一応スキルチャージャーつけてんだけど、あー微妙だな。一回じゃあ引っ込みますか。いいよいいよ、はいはい、いいね。ガードされちゃったんどうしようかな。これスキル使ってみるか、これ初めて使うけど。よいしょ、敵単体に 500% のダメージ。透過がいくつだっけ、あれ忘れちゃったけど、これで。いや、まあ青霧襲来 A ウルカルにもあったよね、なんかこういうイベントで。いいんじゃないか。よし、オッケー。まあ、A なら、全然サクッといけるな。ブレイカーだけでクリアで、あれか、オールアッパー SR か。で、スキルでフィニッシュで、あれだね。名前が出てこないけど、あれだ。まあ、ちょうどタタラも落ちたし、よかったんじゃないかな。というわけで、今回は青霧襲来の難易度 A でした。1週間後、難易度 S で会いましょう。それまでに、育成を進めないと、この前みたいなことになりますね。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。